お、親子会話しとるわ。先刻陛下とも話した通り、次戦私は本拠地の防衛を任される予定だ。あ、そうなんだ。そうなれば私はお前たちに同行できんが、陛下の足を引っ張るなよフェリクス。あ、同行しないの親父殿。うるさい。親父殿最近同行してくんねえな。引っ張るどころか奴の足を引きずって指揮官の前まで連れて行ってやるつもりだ。おい、なんかうまい言い回しやがってははは、それは陛下も心強いだろうな。戦果を期待しているぞフェリックス。ああ、そうなんだ。親父殿は後ろに回るってことか。ふん、あんたこそ張り切りすぎてつまらん失敗をしないようにするんだな。おいっす、何話してんの。ドゥドゥ、一応聞くけど、今君が手に持ってるのって。うん、手に持っている。ああ、軍議中に陛下がおられた筆だ。え、筆折ったの。なんでディミトリ。あはは、さっきの軍議揉めたもんね。みんなかなり好きかって言ってたし。え、それで筆折っちゃったの。おい、なんか怖えなディミトリ、大丈夫か。陛下も大変だよ。書き物の途中少し力が困るだけで筆を折っちゃうんだから。いや、あー、なんかイライラしたのかな、それで筆折っちゃったのか。ああ、先ほどは折れた筆を見て大層落ち込まれていた。えへへ、ああ、自己嫌悪してたんだ。新しいものを使えばいい。折らずに済む方法。ああ、折らずに済む方法、ね、彼がうっかり筆を折っちゃわないような方法を考えた方がいいのかもね。いや、あれはあのアラドバルと同じ素材にしたらいいんじゃない。例えば筆に名前でもつけてみるとか、愛着が湧いて壊しにくく。ああ、確かにそれもフェリクスとかねあ、それかもうアラドバルで文字書けばいいんじゃない。ねえ、あの先っぽにインクつけてさそれめちゃくちゃよくね。あはは、僕は面白いと思うよ。今度陛下にお話ししてみようかな。いや、絶対アラドバルをペンにした方が手っ取り早いって。あの力は戦場ではすごく役に立つだろうし、昔は羨ましいと思っていたけれど。あ、今はそう思ってないんだ。いろいろ苦労されてるんだって分かったよ。きっと怖がる人もいるだろうしね。あー、いや、なんか子供と触れ合うときは気を使うとか言ってたもんな。あの方を怪物か何かのように考えているものも少なくはない。でも今作のディミトリは前作に比べたらだいぶ手つけられない感ないけどな。かなり安定してるけどね。シルバン、あのさ、しかしなんでまたジェラルト傭兵団は落ち目の帝国に味方し続けるんだろうな。あ、確かにそれな。まあ契約してるから。今の帝国軍に居続けたって負け戦や略奪に付き合わされるだけだろう。まあ金もらってりゃいいやってことなのかな。帝国に借りがある王国に近づきたくないのかな。あ、近づ、そういうことか。あのレア様に会いたくないからってことなのかな。それで帝国にずっとついてんのか。そうね、何か王国に近づきたくない理由でもあるんじゃない。その説濃いな。理由、そういや、あの傭兵団の団長は元セイロス騎士団団長だったんだっけ。あ、ほらほらほら、あ、やっぱ当たりじゃねこれ。もしかして王国や同盟ってより教団に近寄りた。いや、絶対そうじゃん、シルバンが言うってことは。実はだな、俺も連中を仲間にできるならそれが一番いいんじゃないかと思ってるんだ。おー、シルバンもそう思ってるんだ。いや、ってことはこれ仲間あるんだ、仲間ルート。この後に待ってる戦いのこと考えると無駄な犠牲は一人だって出したくないしな。いや、シルバンが言うならそうなんだろう。いや、今作のシルバンめちゃくちゃ頭良くね。いや、前作でもそういう描写はあったけど、なんか無双だとより強調されてる気がするな。なんかすごい未来を縮めた推理をするんだよな。しかも大体当たるしな、シルバンの推理って。なんかすげえ切れ者になってる気がするわ、シルバンが。リンハルト、お前、脇開きすぎじゃね？なんだその金消しみたいな立ち方。やれやれ。おいっす。はあ、捕虜にでもなるのかと思ったら、将の待遇だなんて、何を考えているのかね。いやー、有能だからだろう。まあ別にでも戦闘に出なくてもいいぞ。しかもこんな最前線で、
帝国軍の説得でも期待されてるなら困るよ。いやそんなん絶対任せないわお前に。肯定する否定する、いやそんなんしないって、させないって。悪化しそうだもんお前が説得しに行ったら。そうね、事情はわからないけど、それだけあなたが買われてるってことじゃないの。いやまあ、だってリンアルトってめちゃくちゃ頭いいんだもん。困ったな。だとしたら誰だか知らないけれど、ずいぶん課題で迷惑な評価をしてくれたものだね。めちゃくちゃ不満言うじゃんお前。終わったよ。なんかすげえ嫌そうだな。まあでもそうか、こういうやつか。もともと自分の好きなこと以外やりたくないタイプだもん。おでめ、構わないか。知っての通りジェラルト傭兵団は難敵だ。兵力差があろうと覆される可能性もある。そうね、次いよいよだもんな。だがヘブリング領は戦略上の要所だ。ここを迂回するという手は取れない。戦国ロドリグたちと帝国軍指揮官の撃破を優先した方がいいのではと話してな。ああ、それは言ってたよな。ランドルフ、本陣をロドリグに任せ、俺たちで帝国軍を吸収すべきかと思っている。どうだろうか。おお、まあいいんじゃないそれ。ランドルフを先に撃ってしまえば、そのジェラルト傭兵団が戦う理由がなくなるってことだもん。賛成よ。良い考えね。まあ私たちにそう都合よくことが運びはしないかもしれないけど、でも一番良さそうだよな。ああ、ジェラルト傭兵団もただ手をこまねいてはいないだろう。いやでもなんか仲間フラグ立ってるよな、ジェラルト傭兵団。幸運なことにこの軍にはセテス殿やロドリグといった先行者が顔を揃えている。うん、そうだな。やはり俺一人の頭で考えるべきではないな。皆から広く意見を募ってみよう。おお、ディミトリ成長したな。そういうこと、フェリックスに怒られてたもんな。それでいやーマジでディミトリ安定したな。前作のディミトリが嘘みたいだ。お、食っとる食っとる。おいイノシシ、少しはうまそうに食べたらどうだ。お、貴様と来たらまるで食事の味が。お、フェリックス感づいている。そんなことよりもフェリックス、え、頬に料理の汁が飛んでいるぞ。拭いてやろうか。やめとけ、頬に穴が開くぞフェリックスの。え、すげえ、あ、フェリックス言うんだこれ。はあ、いやそうだよな、ディミトリ料理の味がな。あの前作だとな、なぜかフレンちゃんにだけ明かしてましたけれど。ああ、フェリックスはやっぱ気づいてたんだな、このことを。お腹が減ったらまた来てください。なるほどね。ディミトリ・フェリックス見ていきますか、支援会話。いやー、なんか今作のフェリックスさ、もうディミトリに対する重みみたいなのすげえ感じさせてくるからさ。お、ん？おい、考え事なら後にしろ。え、食事の時くらい食事に集中したらどうだ。また飯食ってる。ああ、そうだな、すまない。いや、この二人で飯食うこととかあるんだ。どうせ教団の兵力をどう動かそうだの、混沌をどうしのごうだの考えていたのだろう。ああ、まあディミトリな、考え事多いわな。その手の問題を一人で解決しようとするな。おえ、進化に考えさせるのも王の務めのはずだ。俺を頼れアピールがすごいな、フェリックスは。そういうお前はどうなんだ。領内の統治はおじぎみに委任していると聞いたが。ああ、ロドリグ殿のお姉ちゃんだっけ。無論統治の方針について何かあれば都度事業に戻って話し合うようにはしている、うん、結局仕事の話して。母君は息災か、家中の揉め事を一手に引き受けてくださっているそうだな。逆に相談に乗ってもらってないか、フェリックス。もともとその手の仕事が得意な方だ。むしろ自分の出番だと生き生きしているだろうよ。なるほど、まあフラルダリウス領は安泰って感じか。他人の心配ばかりしていないで、たまには自分のことでも考えたらどうだ。そうだな、完全にフェリックスの話だったのよ。自分のことと言われてもな。おい、出た。そういえば騎士団が合同訓練をしたいと。自分の話するの苦手なんだな。いや、まあいい。昔からお前はそういう男だったな。
自分より他人のことが気になるんだな。どうせそう思い詰めすぎるななどと言っても聞かんのだろう貴様は。まあ散々言っててこれだからな。この戦いに負けは許されないからな。王国を守るためにも復讐のためにも。復讐か。事件の糸を引いていた者たちに一歩一歩近づいている感覚はある。そうな、タレスとかな。計りごとを知りながら何もしなかった者や下手人と結託した者たちを罰しもした。ああ、西方諸侯とかか。だがそれではまだ足りない。俺は殺すべきを殺さなければならない。やっぱそういう気持ちはまだあるんだな。もはや口癖だな。復讐を果たしてお前はどうする？お、その先わからない。彼らの嘆きが闇、恨みが晴れれば俺はそれでいい。彼ら死んだ人たちか。なあフェリックス、お前も俺を恨んでいるか。いや、どんどん重い空気になっていく。あの日グレンは俺の目の前で死んだ。いや、助けられなかった。殺したのと同義だ。おい、フェリックスはそんな風に思ってないぞ。デミトリー、だからといってお前を恨むのは筋が違う。うん、お前が殺したわけではないだろうが。むしろそれきっかけで守らないとって思ったわけだからな。みんなお前のために死んでやったのではない、意志を貫いて死んだんだ。思い上がるな。おい、いい言い方するな、フェリックスは。命を捨ててまで貫くべき意志などない。そうまでして守られる価値など俺には。おい、これフェリックス切れるんじゃない、こんな言い方したら。もういい、食事が冷める。あ、余計なことを考える暇があったらさっさと食べてしまえ。ああ、怒んなかった。そうだな。いやー、デミトリー、やっぱそうか。終わったー。いや、そう、やっぱ生き残った人たちとデミトリーとの間でだいぶすれ違いがあるよね、気持ちの。誰もデミトリーが生き残ったことを責めてないのにさ、デミトリーは勝手にそれが自分の罪だと思ってるんだよなー。いやー、まあ結構安定してるように見えたけど、やっぱりこの部分はまだ残ったまんまなんだな、亡霊が見えるみたいなやつは。リンハルトとコンスタンツここも噛み合わなそうな2人だけど、どうだ。てかまあこの2人は噛み合うやついるのかってレベルだけど。リンハルト、お、あなたまた軍議をすっぽかしましたわね。あ、おきれ遊ばされていらっしゃるわ。貴族としての自覚があるのならそれにふさわしい言動をとってほしいものですわ。いや、絶対なくてよ、そんな自覚。いや、自覚なんてあると思います？放っておいてくれませんかね。いや、いいね、リンハルトのこのムーブ。それに貴族にふさわしい言動というなら。はあ、ふさわしい言動。僕らはすでにこうして帝国を裏切っているわけで、こだわる必要ありますか？とんでもねえロジハラですわ、リンハルトさん。やめてくださる？痛いところをつきますわね。そうよ、泣いちゃいますわよ、コンスタントさんが。ですが、それは生き延びるために仕方なく取った行動ですわ。ですわ。それにボルフクラスの皆さんもいますしね。命を落とせば爵位を取り戻す夢は儚く消えてしまう。それはできませんもの。そうね、なんかヌーベル家を再興させたいんだよね。すべてはヌーベル家再興のためですわ。コンスタンツさんにロジハラは聞かなくてよ。まあそれはいいんですけど。おい、かっこどうでもだろそれ。よくありませんわよ。まあでも確かにリンハルトには関係ないわね。ヌーベル家って代々マクイルの紋章を継いできたっていう話でしたよね。おう、出た紋章オタク。人の話を聞いてくださる。のぶとい声が出てましたよ、コンスタンツさん。なぜ嫡子だったはずのコンスタンツさんはマクイルの紋章を持ってないんですかね。あ、そうなんだ、マクイルの紋章。しかも代わりに持っているのがノアの大紋章。あ、失われた四使徒のそれ。あー、なんでだっけこれ、なんかやってたな。でももしかして代々帝国の調査をごまかし続けてきたんですか。どうやって。あー、帝国ってそういう調査とかやってたんだ。
私の話を聞いてくださらないなら答えませんわ。あ、確かに答える義務はなくってよ。喋り疲れてきたので続きはまたでいいです。おやすみなさい。いやマジで人の話を聞きませんわこいつ。待ちなさい。待って、答えますなら私をないがしろにしないでくださる。いやその喋るんかい、むしろ喋りたいのか。まあいいんですか。じゃあぜひお願いします。いやコンスタンツさん、こういう駆け引き弱すぎてよ。ヌーベル家再興のために何か役に立つ話が出るかもしれませんし。眠そうだな。でも本当ですの、私期待してしまいますわよ。ではもう期待してらっしゃるわコンスタンツさん。ヌーベル家の祖は何を隠そう聖ノア、その人だと伝わっていますの。あー、それでノアの紋章を持ってる。聖ノアは当時すでに珍しいものだった己の紋章が災いの元となることを恐れ、あ、二重人格みたいなのも紋章のせいだっけ。紋章を調べる装置を欺く魔法を創出して子孫を助けたというのですわ。へえ、あ、魔法で欺いてたんだ。それはすごい話ですねで、聖ノアについて他には何か。おう、割と興味津々じゃん。すごい話ですね、ではありませんわ最高の役に立ちそうな話でしたの。いやもうちょっと情報が必要なんではなくって。まだは分かりませんけど、それより話の続きを。うん、まあ、リンハルト単純に興味があるんだろうけど。全て話して役に立たなかったでは困りますのよ、分かっていまして。お、駆け引きをしていらっしゃいますわ。私の話をこれ以上聞きたいなら役に立つ保証をすることですわ。いやでも役に立つとかどうでもいいんだわリンハルト。おぉ1分に1回高笑いされてよ。へぇ、あ、言っちゃったよえ、これで終わり。勝手に切り上げちゃったけど終わったああ意外とリンハルトが負けるパターンだ、珍しいな。帝国南部攻略戦やりますか。まあおそらく対ジェラルト傭兵団だよな、これは。話の流れ的にも。ここはバルバ、どうしたの。お、出た、この空間久しぶりだ。もう回線よ、眠ってる暇なんて。なんか話したいことがあるの。すまない、どうしても話しておきたくて。あれかな、やっぱランタンのことかな。以前警告を伝えた時のことを覚えているかい。警告、そんなあったっけ。その焦燥のような嫌な感覚がまた僕の身を襲ってきたんだ。何、警告。あの時は灰色の悪魔が戦場に現れて、あ、確かに危ない目にあったわ。あれか、腹パンされた時か。今回も敵にはあの人がいるのよね。一体何が。また命の危険があるってことか、ランコに。わからない、ただ一つだけ言えるのは、うん、前に予感があった時よりも嫌に強い焦燥だった。強い焦燥。灰色の悪魔によってもっと危険なことが引き起こされてしまうんじゃと。もっと危険なこと、なんだ。何が起こるかわからないけど私が防ぐしかないわね。なるほど、まあ何かがあるってことか。気をつけてくれよ、無理に戦うことは禁物だ。あ、マジで。あ、灰色の悪魔と。撃たれることにでもなれば僕らの運命は途切れてしまうのだから。ああ、倒しては欲しいけど死んでは欲しくないってことか。ややこしいな。あ、始まった、ランドルフの撃破。はいはい。え、物語が大きい。なんだ、いやもう意味深な警告。あー、説得とかはないんだ今回。この作戦は戦況を大きく変化させます。ええ、まあ一応入れとくか。なんだ、なんか意味深なフレーズが多いな始まる前から。この地を抜けばよしやるぞ。大きく前進する。指揮官の元まで一気に切り込むぞ。なんだろうこれ。本陣の周囲に敵が、まずは彼らを蹴散らしましょう。いや、すっごい匂わせてくるんだよな、何かが起こることを。
とりあえず慎重に進めるか。ともかく普段の傭兵団にも気を払わねばならんな。ジェラルト傭兵団な。悪魔と戦うのは得策じゃないわ。うまく衝突を避けたいところだけど。なるほど、戦うのを避ければいいのか。ランタンと傭兵団の姿が見えないな。いないんだな。やはりどこかに兵を伏せているのか。なるほど。傭兵団とぶつかれば灰色の悪魔が出てきちゃうかも。どうするの。傭兵団との戦闘を避けるべき。傭兵団の伏兵に注意して進軍する。伏兵の人も取り出した。あ、どれ伏兵を炙り出すとしようか。あー、なるほど、これで作戦で、で、で、ちょ、おやめくださる。めちゃくちゃ切られてましたわ今。伏兵の位置を探る、そういうことか。お、判明してる。あー、なるほど、あの光ってるところに入っちゃダメってことなんだ。なるほど、あそこを避けつつランドルフの元に行くか。待てよ、じゃあちゃんと指示出す必要あるな。これ虫けらが邪魔ですわー。あ、フレーチだ、出た。あ、そんなフレーチフォンベルグリーズ。兄さんには指一本触れさせない。私がここで止めてみせる。そんな戦闘スタイルだったのか。すごい手慣れているぞ戦いに。確かランドルフ将軍の妹の。ドロテアちゃん、どうしてこんなところに。兄さんを守るために出てきたのか。お、アロイス殿。え、あ、フレーチェあ、ちょ、一瞬で、あ、ごめんなさい、どうか無事で。一瞬で蹂躙してしまいましたわ。あ、うまく伏兵を避けられてしまったか。弱かった。あ、まあでもそうだよな。敵の喉元を狙うのみ。いや、あの子前作でも民兵みたいな感じじゃなかったっけ。実は戦えたのかな。ここで奇襲とは剣の腕に慣れてるみたい。傭兵らしい戦い方だ。本拠地が落ちては崩れます。援軍を。あ、はい、あ、ロドリグ殿狙いで任せておいてくださる。ここの門を閉ざすのも一つの手。鉄壁の守りやっておくか。フレーチが死亡した。よし、あ、でもこれでランドルフ。俺がもっと強く止めて。いや、前作だとロドリグ殿の仇だったけどな、あの子は。おらー、アロイス殿。よし、ランコ3回目ぐらいだな。ここまでか。アロイス殿を倒すね。よし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 、これで伝令を。奇襲に失敗したと伝えてくれ。おい、来るか、ランタン。灰色の悪魔。アロイスが仕損じたのか。あ、出た。すぐに向かおう。どこだ。あ、意外と遠い。あんなところに。アロイス殿が退いたか。お、核の上はこの手で王国軍を。ランドルフ、お、迎撃のため開門。指揮官が出てきたようだな。みんなついてこい。ここで指揮官を撃つ。あ、ランドルフも撃てる感じこれ。なるほど、じゃあほら、まずいな。一度引いて援護に向かわなきゃ。いや待って、こいつはもう無視だ。お、ランタン進軍。いや無視しようぜ。じゃあみんなであいつ無視しようぜ。仲間を守るには奴を倒すしかないんだ。いや、やだやだやだ、ランドルフを先に倒す。ランタンの経験、いや、やだ無視しようぜ、あいつ全員で。おう、そうしようぜ、もういないものとして扱おうぜ、みんなで。高校時代のトラウマ刺激してやろうぜ。ほら、いや、もうこいつも無視だ。おい、見ろよ、マップ上であいつの周り誰もいねえぜ。かわいそうだぜ。高校の昼休み思い出すな。よっしゃ、ランドルフ、片付ける。おい、ランタン泣きそうなんじゃん、あいつ。どうすんだよ。お、なんかやってる。おい、かまってもらおうと思ってなんかしてるぜ。残念だったな、誰もおめえに興味ねえんだよ。高校の時はジャンプ読んでりゃ昼休み終わったからよかったよな。だがこの戦場にジャンプはないぜ。おらー、撃ってやるからな。よし、とどめ。オッケー、終わった終わった。
あ、フレッチ、すまない。俺はランドル撃ち取ったり。あ、終わったっぽい。よし。俺が敵の遊撃兵を片付けてる間に。ガン無視作戦。戦況はどうなった？成功です。すでに敵将ランドルフは撃った。残るはキコーラだけだが、どうする？おい、ランタン泣いてんじゃん。こうなっては。おい、涙拭けよ。この戦い、俺たちの勝ちだ。よし。みんな、よく戦った。勝ち時を上げろ。え、これは？え、いい感じなんじゃない？どことも戦わなかったし。ジェラルト傭兵だ。まあ、アロイス殿は倒しちゃったけど。いやー、参ったな。お、俺たち傭兵団は軽く押し込まれ、お、話し合いをしている。雇い主も撃たれちまった。潔く白旗あげるしかないか。ランタンもいるぜ。本当なの？あのジェラルト傭兵団が。お、降伏した王国に。君たちと戦うのは何度目だったろうか。その度にやられたな。今回はメンタル面でもやられてたな、お前。ええ、そうだ。まったく、商売上がったりだぜ。いや、これ仲間フラグじゃない？その度に雇い主を変える羽目になるし、いくら強えって評判でも。おお、まあ確かにな、今まで負けたことないな。肝心の戦いの結果がパッとしなくちゃな。怪人の名もスタッチが。怪人、あ、そんな二つ名があったんだっけ。ならばいっそのこと、お、王国に雇われてみるというのはどうだ。来た、オディミからの提案。これまでジェラルト傭兵団とは何度も争い、互いに多くの犠牲を出してきた。まあそうだな。うん、互いに怨恨も深いだろう。それでもあえてここで手打ちにはできないかと問いたい。まあでもレア様の件があるのか。無論キコーラが何かの心情のもとに帝国軍に組みしていたのならば話は別だがな。いや、帝国軍がいいっていうか王国軍が嫌って感じだよな。いや、別に心情だとか忠誠心だとかその手のもんを持ってるわけじゃねえよ。うん、まあそうだよな。だが国王に雇われるとなると、お、どうしても教団と顔を合わせなきゃならなくなるだろう。やっぱり。てかまたシルバーの言うこと当たってたじゃん。あいにくと大司教には因縁があってね、できれば近くに寄りつきたくないのさ。やっぱそういうことか。それで帝国にいたんだな、ずっと。相応の配慮はしよう。教団は今王領内の都市カムロスに本拠地を置いているが。おお、あ、配慮するんだやっぱ。その周囲には近寄らせないことと、レア様の応報の際には知らせることを約束する。おお、めちゃくちゃ勧誘するじゃん、ディミトリー。教団と行動を共にすることがあれば、その際には別の部隊となるよう配慮しよう。めっちゃ配慮する。いや、まあ確かにそれならな、手を貸さない理由は。その上で再度問う。共に戦う気はないか。今の俺たちにはキコーラの力が必要だ。ジェラルト傭兵団来たら勝ち確じゃない？もう。それがいいわ。あなたたちの強さは皆身をもって知ってる。うん、ランコもノリノリだわ。もちろん思うところある人はいるでしょうけど、あなたたちが仲間になるのよ。まあ団長の仇ではあるけれども、その強さ、味方になった時の頼もしさを実感すれば納得してくれると思うわ。そうな、ランコもいつの間にかこっち派になってるな、感じ。どうする？正直帝国軍では戦いづらくなるだろう。いや、俺的には行きたいが。この際心機一転ってのも悪くはない気がするが。いや、行きたい行きたい、王国軍行きたい。そうだな、自分も同じ考えだ。おお、いや、そうだよな。え、てか仲間来たじゃん。アロイスも平気か？一度は対立した古巣の騎士団と共闘することになるが。あ、アロイスの、確かに、もっとセイロス騎士団。このアロイス、どこまでも貴殿と団長にお供しますぞ。あ、マジか。ジェラルトーちゃんがいるならいいのか。それに昔の同僚たちであれば心よく、とは言わずとも受け入れてくれるでしょう。本当に？だからこそ気まずいとかありそう。そういうことで決まりだ。マジか。これからよろしく頼む。やった。え、ランタン使えんの？俺は団の連中を集めて説明してくる。お前ら先について行っておけ。あ、分かった、ジェラル父ちゃん。ああ、頼んだ。
おい、ランタン来たよ。承知しました、団長。え、これ支援とかあんのかな。ちゃんとこちらも皆に事情を説明しなければな。行こうか。おう、行くか。デミトリー、あ、ラルバ。あ、確かにお前は思うところありそうだよな。あ、終わった。え、これはでもさ、いい方向に分岐したってことでいいのかな、物語が。てか、どこが分岐ポイントだったんだろう。やっぱランタンを倒すかどうかだったのかな。ランタン倒したら変わってたのかな。怪人と灰色の悪魔、こうして話をしているのが不思議な感じです。おい、ルーベンクラッセにランタンがいるぜ。あ、ランコ。何度も戦ってきた相手ですからね。あれ、ランコいなくなっちゃった。本当に彼らと共闘する日が来るとは。いやーね、グリグリグリスティーヌ、久しぶりだね。戦場でまみえた時は厄介な敵だったが、オフェリ味方にすればこの上なく心強い相手だ。いや、お前結構露骨に嬉しそうだな。こちらも思うところがないわけではないが、これも悪くない選択だろうよ。うん、いや、悪くないの方が大きいんじゃないか。因縁のある相手ではあるが、これも陛下の決断されたことだからな。まあ確かに、めちゃくちゃ戦ってはきたけども、軍の中にはよく思わない連中もいるだろうが。お、ま、これから仲良くやりましょうよ。シルバン殺したいと思ってそう。これからよろしくね。あ、アネちゃん、軍のみんなを紹介しなくちゃ。ありがとう。いや、アネちゃんの優しさしみるわ。お、ベツエさん、その前に剣の腕を見せろっていうのがルーベンクラッセ流でしょ。いや、ルーベンクラッセ流っていうかフェリクス流じゃない。そうだな、あいつの時もそんなやり取りをしたような気がする。おー、いいね、みんな受け入れムードだね。よろしく頼むぜ。お、お前も飲んでもらえ。え、どこ、お尻、ディミトリにブチ。わー、ヒコーラの実力はこちらもよく知っている。ケツが。これからはぜひ王国のために戦ってほしい。任すとけ、ディミトリ。さて、では早速ジェラルト傭兵団を含めた陣容の再編を検討するとしましょうか。おお、いや、てか、ランコはどこ行った。我々はこれから同盟軍や教団の軍と共同し、大修道院の奪還を目指して進軍します。あ、いよいよガルグマク行くんだ。傭兵団がレア様と顔を合わせられないのなら、先に詳細な配置を詰めておくべきかと。いや、確かにレア様も来そうだな、その戦い。悪いな、ご配慮どうも。いや、いいってことですよ、ジェラルトちゃん。あなたからも意見を。あ、どこへ行った。いつの間にかいなく、大学の時の俺か、ランコ。いつの間にかいなくなるんですよ。ね、あ、ラルバ、ランコ。これまで私があの人たちを倒せるようにずっと力を貸してくれてたのに。ああ、ラルバと話すためにどっか行ったのか。そんなこと気にする必要はないよ。よかったじゃないか。え、本当に、ラルバ。僕が予感していた未来よりはずっといい結果になった気がするんだ。あ、マジで。あ、ラルバってそうなの。ジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を味方につけることでね。お前でもめっちゃ倒したがってなかった。だといいけどね。ラルバ、それでいいのか。お前はどうしたんだい。目標がなくなって困っているのかな。本当にランコの好きにしてくれって感じだったのか。いや、目標はあるだろ、ランコの。その戦争に勝つっていう。いえ、次の目標はあるわ。この戦争に勝利するの。うん、だよな。それ前言ってたよな。仲間と共に、ディミトリと共に、皆が穏やかに暮らせる国を作るのよ。いや、いい目標だけどな。どう？悪くない目標でしょ。俺はいいと思うし、ラルバも。なるほど、悪くはないし、何より前からそういうことを君は言っていたよね。え、ラルバって本当に。だったら僕も君の次なる目標を応援するとしようじゃないか。あ、マジで。あ、そうだったの。僕は君の運命共同体、君だけの味方なのだから。マジか、もっとふてくされるかと思ったけど、なんか意外と受け入れてるな、ラルバ。え、こいつって本当にランコのことを応援する存在だったの。陛下、皆様、
どうかご分を。王国騎士、西部の戦線については万事お任せください。頼んだぞ王国騎士。ありがとう。何よりも頼もしい言葉だ。キコーラのような騎士を持った俺は幸運だな。よガルグマクか。必ずや大修道院を落としてくると誓おう。共に生き延び共に故郷へ帰るんだ。ガルグマクでは同盟と共同戦線なのかな。はっ。そしてその後は帝国か。いよいよ出発か。ついにこの日が来たって感じね。うん、あ、そんなついにって感じなんだ。ああ、これは同盟と中央教会を巻き込んだ開戦以来最大規模の作戦になるだろう。ああ、そういうことか。これまで長らく盤面を整えてはきたが、敵がどう出るかはまだ判断できない。呪術師戦みたいな感じなんのかな。今の俺たちにできるのは戦い、生き延びて、そして勝ち取ることだけだ。まあ、同盟がどう出るか分かんないからな。これまで落としてもいい戦いなど一つとてありはしませんでしたが、イングリッドちゃん、うん、ここまで来たと思うと感慨深いというか、え、随分と長い道のりだったような気がします。え、ちょっとなんかラスボス戦前みたいな雰囲気なんだけど。だけど振り返ってみればあっという間だったような気もしませんか。あれ、これ最終戦なの。あれ、僕は帝国が教団に宣戦したのを昨日のことのように思い出せますよ。いや、なんかすごい最終回みたいな会話するじゃん。ちなみにですけど陛下、仮に大修道院を勝ち取れたらその後は。うん、いや、帝国に攻めるんじゃないの。無論勢いのままにアンバルを落とす。おお、その後のことははっきりしないが。なるほど、帝都落とすんだな。いや、ここで話すべきことではないな。え、今はただ目の前の戦いに集中しよう。いや、まあそうだけど、その後も聞きたいけどな。たとえどんな未来が待っていようとも、俺たちは陛下と共に戦いましょう。うん、まあ、同盟との関係がどうなるかだよな。それが俺たちの選択なのですから。そのガルグマクを落とした後に。あれ、どうしたのメーチェ。お、もしかして緊張してる。ベンツ姉さん、どうされました。え、あら、そう見えたかしら。お、ちょっとだけ気になることがあってね。気になることなんですか。ランタン先生、帝国には死神騎士っていたでしょ。え、今どこにいるのかと思って。死神騎士誰ですか。確かに昔はいろんな戦場に現れてたけど、最近はめっきり話を聞かなくなったかも。あ、カツカレーね。まあ、確かにカツカレー。万が一戦場に出てきたらどうしよう。想定しておくに越したことはないよね。確かにカツカレー全然出てこなくなったな。どうしたんだろう。そうね、それがいいわ。とっても強い相手だったもの。でもベンツ姉さんすごい気になってましたよね、カツカレーのこと。よし、じゃあとにかく今はアリルに急ごう。敵に動きを蹴取られてもことだしね。あー、そっか、まずは煉獄の谷アリルか。なんかアリルめっちゃ行くなもういつもの場所みたいになってるの。聖林の章、決戦の煉獄。決戦、決戦ときたか。王国、同盟、そして聖ロス正教会の三勢力の連携により、帝国の兵力は東西の戦線へと分散。おお、この状況を作ることこそが彼らの真の狙いであった。クロードが言ってたことになったか。精鋭をアリルに集中させ、フォドラの要衝たるガルグマク大修道院の奪還を目指して南進を開始。しかし対する帝国も手をこまねいているばかりではなかった。いや、マジで全部の勢力が集まるんだな、ここに。ようやく来たか、ディミトリー。お、クロード、同盟軍はもうみんな揃ってるぞ。ヒルダちゃん、久しぶり。待たせて悪かったな。そちらの用意は。同盟軍と共闘か。万事抜かりなしだ。外周一色で気分よく新年を迎えたいな。新年、あ、そんな時期なんだ今。年末なの。何しろ
今借り出せる最大戦力を引っ張り出してきたからね。はあ、最大戦力か、同盟の。ま、楽しみにしててくれ。この後はすぐに南へ向け出発か。てかガルグマクで合流するわけじゃないんだな。ああ、そのつもりだが、何か気になることでもあるのか。こうやって事前に会う時間があったんだ。ああ、一説と少し前、ベルグリーズ博が東部戦線を離れたらしき報告があった。出た、噂のベルグリーズ博。こちらが兵の割り当てを減らした時期と重なったんで、その意図が気になってな。おい、ベルグリーズ博来んじゃねえよこれ。ガルグマクね、こっちがガルグマクを狙うと読んだのか、王国の侵攻に備えてテートに戻ったのか。いやでもちょっと見たいけどな、ベルグリーズ博。今の帝国軍を差配してる人間がどれだけの切れ者かが問題だな。いやだってめちゃくちゃ強いんでしょ。ちょっと見たいけど。頭は切れる印象を受けた。あ、そうなの。え、フェルディナントパパ。そうね、西部戦線でもいろいろと痛い目見させられたわ。マジか、そんな印象ないけどな。領地を落としてみたら、拠点にできそうな村や町が物資ごと焼き払われてたりとかね。ああ、それかタレスの方なのかな。なるほどな。だったら俺たちの狙いに感づいてる可能性はある。まあタレスの言いなりになってる可能性はある。連国の谷伝いに各勢力の首長が靴を並べてくるとまでは思ってないかもしれないが。おう、まあ、アリルから侵入するんだっけ。にしてももうちょっとまともな経路を選ぶべきだったんじゃない。いやでもレアサマーンだから。暑くてヒルダちゃんもうバテバテよ。さっさと抜けちゃいたいんだけど。まあ、暑いってかもう溶岩地帯だもんな。ヒルダ。お、君は生徒だった頃から変わっていないようだな。セテス教師面できた。セテス様。お、レア様。レア様、もしかしてレア様自ら戦場に出るんですか。おお、いらしてたんですね。フォドラの命運をかけた戦いを前にして、私だけが傍観者でいるわけにはいきません。いや、レア様アリル好きだなあんたに万一があったら教団の運営は立ち行かなくなるんじゃありませんか。前助けた場所もアリルだったし。レア様、自分の身は自分で守れます。私もあなた方の力になりたいのです。おお、レア様も協力してくれるんだ。煉獄の谷、アリルの地形は熟知している。戦場までは我々が案内を引き受けよう。え、てかジェラル父ちゃん大丈夫。敵に蹴取られずに動ければ大修道院には労せずしてたどり着けるはず。レア様来るんだったらアリル来れなくね。ですが煉獄の谷は入り組んだ土地、どこに兵が伏せられているか分かりません。なるほど、まあでもレア様が言ったんですけどね。どれだけ注意してもしすぎることはない。アリルにしようって。迅速に、だが注意深く進軍すべきだろうな。まあでもレア様がよく知ってるからアリルって言ったの。万一ということもあります。その時には手はず通りセイロス騎士団を使いますが。うん、ええ、その時には私が彼らの指揮に回ります。いやー、誰が出てくんだろうな、敵将。ガルグマクを吸収し、必ずや暴虐の塔を打ち倒してみせましょう。暴虐の塔か、まあ略奪をしてる帝国軍はそうだな。オッケー、じゃあ行きますか。あ、狭っ。あ、今回はここだけなんだ。あー、もういきなり最終ステージなんだ。え、なんかもうラストっぽい雰囲気じゃん、めっちゃ。